ひしもどきは、大箱科の多年生水草。葉や果実が必死に類似するところから名付けられた。日本の本州から、九州、朝鮮半島、中国といった東アジアの暖温帯に分布し、丘陵の地層に生える。かつては独立のひしもどき化とされたり、果実の形態からごまかに含められたこともあったが、分子系統解析では、 大箱化のグレイシオリレンに含まれるという結果が得られている。深く泥中に根を下ろし、茎を長く伸ばす。葉は耐性で、水中葉と水上葉の2型を有する。水中葉は、非身状から線上長楕円型でまばらな巨子を有する。水上葉は、腎臓上後円形で先端が、生倉型、円に波状の細かい巨子を持ち、長さにから3 5センチメートル 幅2.5から4センチメートルになり、3本の太い、脈を持ち質は薄い。果実7から9月、溶液から1、花がら水上に立ち、先に一輪の花が開く。葉の脇には正常の花の多多数の閉下毛をつけることが多い。花は淡紅色で、筒型の両生下、先は後列して神経になり、 二体四本のおしべを有するがそのうち上側一体は花粉を生じない仮おしべである。額と脂肪は半ば癒着して脂肪半壊で二室あるが一室のみが成熟し排斥が二個垂れ下がる。額の先は短くて五列する。果実は円柱形の陛下で一個の種子を有する。ガクレの中間下部にある三から五列の トゲ状突起が果実よりも長く伸びて大きな角状の学法となる。ありがとうございます。